皆さん、こんにちは。逆転コーチングの斉藤と、桃井です。本日はですね、はい、まあ、タイトルにもある通り、うん、そろそろ過去問を意識する時期がやってきましたと。はい、いや、早いですよね、はい。だってこの前まで春やったじゃないですか。いや、本当ですよ。これから夏休み、はい、何すればいいかみたいなのを話してたら、うんうん、本当につい最近の気がするんですけど、はい、気づいたらね、過去問でどうしようかっていう話になってきてるので、はい、はい、本日はですね、まあ、皆さんにも過去問っていつから解いた方がいいのっていうところだったり、最終的に何年分解いたらいいんだろうって、分からない方多いと思いますので、はい、まあ、偏差値とかによってもね多少変わったりすると思うので、うん、こういうタイプはこの時期から始めましょうっていうところ、過去問について徹底的にお話ししていければと思います、うん、よろしくお願いします、はい、また現在逆転コーチングでは残り半年でマーチに逆転合格するための勉強計画をオーダーメイドで作成してます、はい、残り半年ですね。どういった参考書でどういった計画で進めればいいのかわからないよって方ですね、こちらかなり人気となっておりますので、お早めに YouTube の動画の概要欄の公式 LINE の方をチェックしてもらえればなと思ってます。はい、追加待ちします。はい、難関私立大学の合格率 82.7%。 長野県の偏差値40の商業高校から明治大学に逆転合格しました。1日単位で計画が立てられていたので、モチベーションを保って志望校まで走り切ることができました。難関私大専門塾逆転コーチングということで、じゃあ本題に入っていければと思うんですけれども、はい、いきなりじゃあいつからという前にですね、うん、まずまあ基準と方針ですね、うんうん、はい、なんかこの大学はこうした方がいいとかマーチの中でもあると思うので、うん、そのあたり教えていただいてもいいですか。はい、そうですね。じゃあまず基準から話していきたいなと思うんですけど、うん、どんなレベルの方であってもまず最新版かその1個手前の年ですよね、まあ、その1個手前の年にしましょうは1年分は絶対と言ってほしいなと思ってます。なるほど、今の時点でってことですよね。そうですね、うん、でまだ過去問解いたことないよっていう子は本当にどんな傾向が出るのかっていう、まず敵を知るっていう意味でも、うん、解けなくてもいいんでね、うん、絶対した方がいいかなと思ってます、はい、ゴールと自分の実力の差を知って埋めていくのが、はい、やっぱ受験でもそうですし何でもそうだと思うので、うん、ちゃんとね敵を知るっていうのは大事かなと思います、うん、よくあるのがこの大学正誤問題出てたんとか正序問題出てたんとか知らないままとりあえず進める、で基礎が固まったと思って解いてみると全然対策したことがない問題出てるやん、気づいたら12月ってなると結構ね悲惨な結果になっちゃうんで、早いタイミングでまずは第一志望の過去も2年前ぐらいのやつとか、まあ、去年のやつとかをね解きましょう。はい、ありがとうございます、はい、青学とかね、うん、12月ぐらいになって、うん、全然この対策してないんですけど、はい、言うと例年いますもんね。そうなんですよね、うん、絶対解いた方がいいですね、はい、っていうところがまず1個になりまして、で2点目がですね、じゃあ実際に本格的に解き出す基準、こちらについても話していきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、目安、そうですね、いわゆるこう前頭マーク模試とか、うん、共通テスト模試で言うと偏差値で言うと5015以上は安定して取れてるよっていう子は、うん、まあ解き出してもいいかなと思うんですね。そうですね、はい、ただ今偏差値40代とか55を毎回切っちゃってるって子はまだ全然マーチレベルに達してないので、うん、こう過去問はね傾向を知る以外でどんどん解くっていうのはあんまりお勧めしなくて、はい、やっぱり参考書の方が解説って詳しいじゃないですか。間違いないですね、うん、でやっぱり過去問って傾向を知ったり今の自分のレベルの乖離してる部分は知れるんですけれども、うん、そこを埋める部分っていうのはどうしても参考書になっちゃうんですね。なんで一定数基礎がないっていう状況であればまだ参考書メインでいいかなと思ってます。で、まあ、9月ぐらいから過去問始める人もいると思うんですけど、うん、はい、始めると過去問しかやらないは全然違うじゃないですか、うん、はい、この時期とかはもう全然あくまでこう力を上げていくのは参考書だと思うんですよね、うん、そうですね、はい、過去問は解説もそこまで丁寧じゃないですし、うん、こう穴を、ね、埋めていくこともなかなか難しいところではあるので、うんうん、この時期はどちらにせよ過去問やるにせよね、うん、過去問ばっかっていう状態にはならないように意識してほしいなと思いますね、うん、そうですね、はい、実際55を超えてる人はどんどん過去問解いたらいいのかっていうわけでもなくて、うん、まあ、理想で言うとまだこの時期はですね多くても1週間に1回程度でいいかなと思ってます、うん、で実際に週に1回程度解いて1週間じゃそこに出た課題を取り組む、うん、でまた1週間後に過去問解くみたいなサイクルが理想で、まあ、週1でもちょっとやりすぎな気はするんですけれども、うん、まあ、まだ9月は2週間に1回程度でもいいかなと思ってます。そうですよね、はい、普通の勉強も進めつつ、うん、ちょっと過去問も見ながら弱みを見つけてそこも埋めていく、うん、これがベストかもしれないですね、うん、そうですね、はい、一番ダメなのがもう毎日のように過去問ばっかり解いてもう過去問の傾向さえ知れば受かると思ってる子結構多いんですけど、うん、やっぱり基礎がないとね過去問どんだけ研修しても解けないじゃないですか。いや間違いないですね、うん、それやっていいのは偏差値70以上ある基礎知性とかぐらいですよね、うんうんうん、なんでまずはこういったサイクルで学習するっていうのが一個大事になりますね。ありがとうございます、はい、じゃあ、まあ、続いて各大学の方針みたいなところで言うといかがですかね、うん、基本的にマーチの中の青山学院大学以外は過去問の形式が大きく
局変わってないので、うん、6年分ぐらいは解いてほしいなと思ってます。なるほど。本当に第一志望の子は10年とかね全然解いていいかなと思うんで、うん、それぐらい深掘ってやってほしいなと思うんですね、はい、ただやっぱ青山学院は2021年から大きくね共通テストプラス独自問題みたいな方式で変わっているので、ここはね10年とかやってもあんまり意味がないかなと思うん で、ね、直近のまず学部を解くで、あとは他学部の過去問とかを解くの結構有効的かなと思ってまして、例えば論述が出る問題だったら総合文化政策とかでコミュニティ人間科学部みたいな形で、うん、結構他学部でもね近しい問題が出てたりっていうのがあるんでね、学部を超えて演習するっていうのが青学だったらおすすめですね、うん、はい。でも青学はねその通りだと思いますし、うん、例えば立教とかで言うと、はい、まあ、英検度からとあんまり差が出ないじゃないですか、うんうん、そうですね。国語と選択科目っていうのがすごく大事になってくる、うんうん、かつ、はい、そこまでね大きく傾向も変わってないので、うん、過去問演習たくさんするっていうのが大事になってきますよね、うん、そうですよね、うん、で本当に立教だと国語と選択科目で 75% っていうのが一個目安になるじゃないですか、はい、っていうのを取ろうと思ったらやっぱ過去問演習しっかりしてないと解けないっていう全然あり得るんでね、うん、立教志望の方は本当に過去問やり込んでほしいですよね、はい、ただ先ほども言った通り、うん、これ10年分やるとしてね、うんうん、3科目で、まあ、30セットしかないわけですよ、うん、これ9月とかからバンバンやっちゃうと、はい、年明けて2月とか何やるのってなっちゃうので、うん、そのあたりはねちゃんとこう計画立てるというか、はい、バランスよくやるように考えていただければなと思います、うん、はい。というのが、まあ、本日ちょっとお伝えしたかった、うん、まあ、マーチ志望が過去問いつから解くんだっけとか何年分解くんだっけみたいなところをですね振り返っていきました。でやっぱりこの動画見てる方の大半が秋以降ですよね、うん、何したらいいか分かんないとかどうしたらマーチ受かるのか分かんないみたいな不安があるかなと思ってます、うん、で現在逆転コーチングでは残り半年でマーチに逆転合格できる勉強計画作成してます、はい、こちらかなり人気になっておりますので、もし少しでも興味あるよって方ですね、 YouTube の動画の概要欄の公式 LINE の方をチェックしてほしいなと思ってます。はい、お待ちしてます。でやっぱりこうね、うん、マーチ志望のこう過去問解き出す、はい、とはいえいつからがっつり解いた方がいいのかみたいなとこも最後ね不安になるかなと思うんですけれども、うん、はい、こちらいかがですかね。そうですね、うん、がっつりの定義を1週間で少なくとも1年分はやってくる、うんうんうん、3科目は演習する、うん、っていう風な定義にすると、うん、目安としては、うんうん、順調な方は10月の半ばぐらいからはそれでいいかなと思ってます、うんうんうん、で最低ラインですね、はい、遅くとも、うん、参考書の進捗が悪くとも11月の後半半ば過ぎぐらいからは演習しないと、うん、やっぱ過去問の、ね、対策傾向っていうのが間に合わなくなってくるので、はい、順調であれば10月半ば、うん、遅くとも11月の20日ぐらいですね、うん、そのあたりからは過去問どんどん解くんだっていう認識を持っていただければ結構いいかなと思います。はい、そうですね、はい、という形でですね残り半年でぜひね皆さんマーチ合格に向けて頑張っていきましょう。はい、応援してます。はい、という形で本日の動画はこちらで以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。